こんにちは。たびたびすいません、ありがとうございます。なんかすいません、なんかたびたびありがとうございます。こんなもうこっそりやろうと思ったんですけど、皆様こんな土曜日のお忙しいお昼時にありがとうございます。ちょっともう気軽になんかながらで聞いていただければと思います。こんにちは、こんにちはってすごい初めて言う気がしますね。なんか朝なのでいつもは、もうお分かりと思いますけど、昨日ちょっといろいろ録音とか音質失敗しまして、でなんかリベンジでございます。っていうかリベンジっていうのも感じ悪いですね。なんかちょっともう一回ね、音大丈夫ですよね、聞こえてますよね。なんかやっぱりコラボするといろいろ難しいようで、こんにちは、私が誘導とかやったことないので、すごいなんちゃって誘導をちょっとだけ真似て、行ってみたいと思っております。そうですね、また昨日の覚えてるよってっていうか、ほとんど覚えてないんですけど、また違った感じになっちゃうと思うんですけど、なんかお昼のひととき、ちょっと休憩とかお昼寝とかそんな感じでリラックスして、ありがとうございます、聞いていただけたら嬉しく思います。なのでなんか寝っ転がってもいいですし、ソファーとかそういう楽な姿勢でぜひ聞いていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします、ありがとうございます。では始めたいと思います。こっち向いて言ったらいいのかな。なんかじゃあ皆様、よかったら目を閉じてもいいですし、なんかなんか見ててもいいし、ごゆっくり、そうですね、もし寝てらっしゃったりソファーにいらっしゃったら、足の先から順番に意識を向けて、足のつま先、足の甲、足首、ふくらはぎって全部の細胞がリラックスするように、緩むように、ちょっとありがとうっていう感じで声をかけていって、体のね隅々まで、太ももも行って、鼠径部も行って、お腹も行って、ずっと背中の方も背骨のところもずっと全部の細胞に感謝して、リラックスして、ちょっと緩む時間になるように、そしてそうですね、全部のこう細胞が溶けちゃって、自分の境界線がなくなっちゃって、なんかとっても気持ちのいいね、海とかに浮かんでるような感じ、どこまでが海でどこまでが自分か、水と自分の境界線がなくなっちゃってる感じとかありますよね。そんな感じとか、もしかしたらもう目をつぶってたら周りに何もないので宇宙まで行っちゃって、宇宙の中に浮かんで、すっごい気持ちいいとか、そんな感じで聞いていただけたら嬉しいと思います。ではよろしくお願いします。
Thank you.
ありがとうございました。上手な声かけができないんですけど、なんかもし寝てらっしゃる方はゆっくり起き上がってくださいっていう感じかしら。なんかまた昨日と全然似てるんだけど全然違った感じでした。ありがとうございました。でなんかもうこれで終わりなんですけど、お忙しい方はまたご用事に行っていただいて、なんとかついでにちょっといや思いついちゃったんですけど、今朝なんかちょっといろいろなんか話を自我の話とかして、自我を騙すみたいな話を、ちょっと騙すじゃないな、自我を裏切るみたいなのが私のなんか私なりのコツみたいなお話、うるさいと思うのでなんかもうほんとすいませんなんだけど、で自我を裏切るコツみたいので、結局自我ってなんか思考っていうか、大体はブレーキとかストップとか邪魔してくるのが自我みたいで、なんかパッと思い立ったことをああだこうだ言ってやんない方がいいんじゃないとか言ってくる気がして、なのでその前に動いちゃうみたいなありがとうございます、その前に動いちゃうみたいなのが私なりのなんかコツって感じで、こういうの始めたのも考えたらちょっとやめた方がいい理由はいくらでもあるんだけど、それでその流れでとか今これやる前にふと、あ今日は最適な日だって思いついちゃって、でやめとこうと思ったんだけど、何に最適な日かっていうと、まあ梅雨の真っ盛りですごいお天気悪いんですよ、雨降ってて。でこういう日にこそ弾きたい曲があって、でも練習してないんですけど、でもまあ思い立っちゃったんで、この流れで後でカットする、まあちょっとインスタはカットできないかもしれない、この流れでと思って、ちょっとこのピアニーノにとても関連深い曲があって、縁のある曲があって、それがねショパンの雨だれっていう曲なんですけど、他でも何度か話してはいるけど弾いたことはないんですけど、簡単に話しするとこのピアニーノっていう楽器は1838年生まれで、フランスのパリのプレイエルっていうピアノメーカーで作られたピアノなんだけれども、その時代は産業革命が始まった頃で、ピアノのまあ部分的にではあるけれども、ちょっとこうオートメーションって言っちゃいけないのかな、そうちょっと工業化っていうか、大量生産がまあ始まった時代なので、割と何台かまとめて作るようになった最初の頃で、でこのピアノが6720番っていう製造番号なんだけど、まあ、その番号のすごく近いピアノは多分同時に手作業であっても同じ職人さんの手を得て作られたと考えられるんですけれど、でこのピアニーノととても製造番号が極めて近いピアニーノがありまして、まあ、たくさんある、まあ、たくさんっていうかそんなには、まあ、あるんですけど、でその1台が世界一有名なピアニーノですっていう話を前にしたことがあるんですが、それがスペインのマヨルカ島にあって、でそれはどういうピアニーノかって言いますと、その当時パリの社交界では、今から200年ぐらい前ですね、パリの社交界では、今みたいにテレビとかないから、まあ、階層ごとに階級ごとに娯楽があったと思うんですけど、その社交界でのまあ花形スターが、おりまして、その中にピアニストのショパン、ポーランドから来たピアニストのショパンっていう人がいて、で彼はまあ、いろんな貴族というか上流階級のお宅に呼ばれてサロンコンサートでピアノを弾いたり、それから自分で作曲したり、それから、そういう貴族的な上流階級の奥様方とかにレッスンをしたりして、まあ生計を立ててたんだけれども、そのまあだからあっちこっちの社交界に引っ張りだこだったんですよね。でその同じ時代にジョルジュ・サンドという女流作家がおりまして、でその人は
今で言うなんていうのかな、ウーマンリブって今で言わないのか、そういうフェミニズムのもう本当の先駆けっていうか、あの男勝りで、当時じゃありえない、女の人があのパンツズボン履くってありえないかったと思うんですけど、あのみんなドレスとかの時代に彼女はあのパンツルックで本当に男の人の格好をして、そして葉巻を吸ってるような、でもすごい美しい方なので、ちょっと宝塚的なのかもしれないんだけど、まあそういうあのキャラというか性格も男性的な女性がいて、でそれがとても有名な女流作家だったんですね。でやっぱり社交界に出入りしていて、でショパンと出会って、で恋に落ちるのですが、ジョルジュ・サンドはもう結婚していて子供もいたので、今よりももっと200年も前だから大スキャンダルで、でもその2人 あの恋愛は燃え上がるばかりで、である冬にあのショパンってね、結核だったんですね。であのショパンは結核でとても、まあ、体が弱かったので、それもあってパリの冬はとっても寒いからっていうのと、まあ、2人でね、まあ、道ならぬ恋なので、あの2人でこうのびのび過ごしたいっていうのもあったと思うんですけど、スペインのマヨルカ島で一番冬のパリの冬が厳しい時期を暖かい島で暮らしましょう、あのバカンスを過ごしましょうっていう計画を、夢のような計画を立てて、それで2人はその島に向かったんですけれど、であのその頃まだそういう田舎にはピアノが、いいピアノなかったのか、ひどいピアノしかなかったのか、まあとにかくないので、ショパンはピアノがないともうあの生きていけないので、でパリのプレイエルでピアニーノを買って、そしてそれを馬車に乗せて南仏まで運んで、それ南仏から船に乗せてマヨルカ島まで運んでっていうことをやったんですね。で、夢のようなバカンスをと思って行ってみたら、なんと異常気象で雨ばっかりで、そしてすごく寒くって、そしてまあそのちょっとそのスキャンダラスな都会の派手な2人組っていうことで、あの現地の人からすごい意地悪されて、でショパンはその天候悪くて体調が悪くなるばかりで、でそういう中あのどこも宿屋も泊めてくれなくって、で最後山の上の方の修道院があのなんとか止めてくれることになって、そこにもうこっそり身を隠すようにっていう感じで、まあ、2人のちょっとだなので愛の逃避行って言われてるんですけど、そんな感じで、まあ、2人でそこにまあ身を置いて寄せて、それであのピアノを送ったピアノが来るかなと思ったら、また多分税関の人とかが意地悪してたんじゃないかなと思うんですけど、なかなかなんだかんだでこう通してくれなくって届かなくって、で落胆してる日々だったんだけれど、ある日やっとピアノが届いて、でジョルジュ・サンドは作家なので、あの手紙がね今でもたくさん残されていて、でその手紙に書いてあるんだけれども、あのショパンがそのピアノがね、ピアニーノが届いた時に本当に喜ん でそれまでもう半病人っていうか病人のようになってたのに、突然こうね正気がみなぎってというか、作曲する意欲が湧き上がってきて、でそんなに長い滞在ではなかったんだけれども、その期間に彼の生涯の中でも重要な曲をすごいたくさん、そのピアニーノを使って作曲したんですよね。でその中に「雨だれのプレリュード」っていうのがあって、でそのジョルジュ・サンドが、その彼が涙を流しながらねピアノを弾、それは喜びだけではなくて、その結核って当時は不治の病なので、死の影が迫っていることに対する、まあ、恐怖とか、それから、まあ、ジョルジュ・サンドとの、まあ将来のねあんまり見えない恋愛だからいつか別れるだろうとか、いろんな思いのこもった涙だと思うんですけど、涙を流しながらピアノを弾いてる姿がとてもとても美しかったっていうことも手紙に残されているんですね。でその時24のプレリュードっていう曲を作曲した中の一曲に雨だれっていう曲があって、でこれはその修道院で作曲したので、で雨ばっかりだったので
雨の音がずっと、もう曲通して雨の音が鳴り続いていて、そして途中でね、あの修道院にいたということもあるし、それから彼はずっと結核で、まあ、死の影っていうのを感じて暮らしていたっていうこともあって、幻想の葬列、お葬式の列が通り過ぎるような場面が出てきて、そしてでもそれが過ぎ去って、最後に明るい光が差してきて、お天気雨なのかな、わかんないけど、また雨の世界に戻っていくっていう曲なんですけど、それがなんかこういう雨の日にぴったりだし、ピアニーノで弾く曲、ピアニーノで弾く雨だれってちょっとあの違うと思うので、なんか弾きたくなっちゃったんですね今。なので、まあ、あのちょっと続けて弾いてみたいと思いますが、練習してないんでちょっとっていう、また言い訳しつつ、なのでなんかさっきはちょっとリラックスして瞑想だったんですけど、今度はちょっと皆さんマヨルカ島に行っていただいて、マヨルカ島っていうのは本当はもうあの太陽がさんさんと降り注ぐ島ですからね。で、あのリゾートのとっても素敵な青い海が広がるところなんだけど、今日は雨ですねって言って、で雨の日にまあ、お家の中で雨粒かな、雨を見ながら、お茶でも飲みながらでもいいし、でそこにちょっと時空を超えてしまって、ショパンとジョルジュ・サンドがいるかなって思いながら、まあちょっとショパンがピアニーノでピアノを弾いているっていう情景とか思い浮かべたりしながら聴いていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあちょっと弾いてみますね。ちょっと練習してないと言いつつ、なんちょっと一応見て弾きます。じゃあちょっとピアニーノのここ譜面台がこうやって降りてくる、これがちょっとピアニーノの自慢なんですね。じゃあなんか変なひょんなことになって結構大丈夫かな。じゃあちょっと雨だれの前奏曲プレリュードを弾いてみようと思います。Thank you.
こんな曲でした。この曲が雨だれだったんですよ。そうなんです、あのね、これが雨の音、ずっと。ちなみにピアニーノが来たばっかりの時にこの音が鳴らなくなっちゃってダメじゃんみたいになったことがありましたけど、無事鳴るようになり、その時は木がちょっと湿気に膨張し、微妙に膨張して鍵盤が下がらなくなったっていう問題でしたけどね。これが雨だれ、聞いたことありますよね、きっとね。ということでした。なんか余計なことまですっごい長くなっちゃったっていうこの事実、すみませんでした。なんかまたこれがちゃんと撮れてるか微妙なとこですけど、これはアップしようと思います、潔く。これはまあこれが現実っていう感じでなので、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。いろいろ本日うるさくて2回目、今日が素敵な一日で、素敵な午後でありますようにということで、ではもう本当に明日の朝にしますので、ありがとうございました。ではまた失礼します。ありがとうございました。そんな勉強になりました。勉強にはならないので参考にしなくていいと思いますけど、まあね、ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。なんかコメント見ちゃうと止まっちゃうね。ありがとうございます。なんかどうなんでしょうね、こういう普通の、曲、ね、オンラインでこんなことするとは夢にも思わなかったですけど、何が起こるか分かりませんねっていう感じで、でもなんかすごく遠くにいらっしゃる方とかとコミュニケーション取れて、なんかすごいオンラインの恩恵っていう感じでありがたいなと思ってます。ありがとうございました。では良い一日を。失礼いたします。